ステパナケルト、または、ハンケンリは、国際的には、アゼルバイジャンの領土とされていながら、事実上、同国から独立している、アルザフ共和国の首都である。町には5万人程度のアルメニア人が居住しており、他方で、アゼルバイジャン人の住民は、ナゴルノカラバフ戦争の時に、すべて町を脱出している。ソビエト連邦時代に建てられた、集合住宅、 内里ホテルより撮影中世アルメニアに文献に現れる。この町の最古の故障はバララ君であり、1847年にハンケンディに解消されるまでこの名称であった。アゼルバイジャンの文献では、この町の起源は18世紀後半にアゼルバイジャン人のカラバフハーンが築いたとしており、ハンケンディの故障はこれに由来するとしている。 現代の町は10月革命の後の1917年に、ハンケンリと呼ばれていた、このアゼルバイジャン領の村に築かれた。1923年、バクー出身のアルメニア人の共産主義指導者、ステパン・シャウミアムにちなんでステパナ・ケルトと解消され、アゼルバイジャン領のナゴルノ・カラバフジ地州の首都とされた。 ソビエト連邦時代、ステパナケルトはこの地域の拠点都市へと発展した。1926年、ソビエト連邦の当局は著名なアルメニア人の建築家、アレクサンドル・タマニアンによる新しい都市デザインを採用し、その後1930年代と1960年代にタマニアンによる初期の計画に沿う形で合わせて2度の拡張計画が認められた。 1980年代半ばまでステパナケルトは町の経済拠点として機能し、町には19の製造施設があった。ナゴルノカラバフ戦争でアゼルバイジャン領に侵攻した戦車。ステパナケルト郊外に記念碑として残されている。1985年に始まったソビエト連邦初期長ミハイル・ゴルバチョフは連邦の文献化を進めた。 アルメニア共和国とナゴルノカラバフにまたがって暮らしていたアルメニア人はゴルバチョフの改革を両地域の統一の後期と捉えていた。1988年2月20日、数万人のアルメニア人がステパナケルトの例人広場に集結し、ナゴルノカラバフのアルメニアへの編入を求めた。同じ日にナゴルノカラバフ最高ソビエトは、 同地域のアルメニア共和国への編入を採択し、アゼルバイジャン共和国の当局と真っ向から対立した。その後、ステパナケルトに住むアルメニア人とアゼルバイジャン人の関係は悪化し、ほぼ全てのアゼルバイジャン人が街を去ることを余儀なくされた。アゼルバイジャンが1991年にソビエト連邦からの独立を宣言すると、アゼルバイジャン政府は反共主義、 アゼルバイジャンカ運動に基づいて、ステパナケルトの名前を、故障の反権利へと戻した。ナゴルノカラバフ地域をめぐって戦争が勃発し、その結果として、同地域はアルメニアの支配下となり、同地域とアルメニアを結ぶ回廊が確立された。戦争前、ステパナケルトは、ナゴルノカラバフ地域で最大の都市であり、18万9000人の、 地域住民のうち、およそ7万人が居住していた。1992年初期には、町の人口は5万人にまで低下した。戦争中、町は、アゼルバイジャンの爆撃によって、特に1992年初期に、アゼルバイジャンが主車の町を、ステパナケルトに対する、多連装ロケット砲 BM-21 の、砲撃拠点とした際に、大きな損害を受けた。 激しい損傷は、絶え間ない砲撃によるものであり、1992年4月のタイム誌は、ステパナケルトで損害を免れた建物はほぼ、皆無である。と報じている。アゼルバイジャン軍は町に対する地上攻撃も何度か、挙行したが、その度に失敗に終わっている。1992年5月9日、アルメニア軍の主射占領によって、砲撃は止んだ。 しかし、その後も戦争中はたびたび砲撃を受けた。1994年から非公式の停戦状態に入っていたが、2020年に起きたアゼルバイジャンとの紛争で、市街地が再び砲撃を受けることになった。戦争前、ステパナケルトの経済の根幹は、食料品加工、木のり、ワイン製造などであった。街の経済は、戦争によって、 大きく害され、その後アルメニア人ディアスポラの投資や、その他の経済活動、ナゴルノカラバフへの観光などによって復興した。アルメニア人ディアスポラによって、複数のホテルが開業しており、アルメニア系オーストラリア人のジャック・アボラキアンによって2000年に開業した内理ホテルなどがある。ソビエト連邦時代、ステパナケルトの住民の多くは、キリスト教徒であったが、街には、 古くからの聖堂はなかった。信者たちは文化の家の中にある聖堂に参列した。町には18世紀に建てられた聖堂があったが、これは使用されていない。2006年9月15日、石像の聖ヤコブ聖堂基金が設立され、ロサンゼルスのバチェイエプレミアンが出資者となり、2007年5月9日に、主社占領の15周年を祝して、 聖ヤコブ聖堂が正規を施された。ステパナケルトにはアルツァフ国立博物館が置かれている。ステパナケルトには5つの高等教育機関がある。アルツァフ国立大学は1969年にバクル教育研究所の下部に設置された。1973年にステパナケルト教育研究所に改称され、戦争終結後の1995年に、 現行名称となった。大学には7つの学部があり、4500人が教育を受けている。ステパナケルトの目抜き通り気候は季節によって変動する。1月の平均気温は摂氏0.5度まで低下する一方、8月には22.6度に達する。降水量は比較的少なく、年間でおよそ560ミ、mm、リメートルである。欠片の気候区分では、 温暖湿潤気候に属する。民族別の人口構成は以下の通りである。ありがとうございます。